ゆかりの深い戦国武将石田三成にスポットを当てまして、三成をテーマとしたイベントであるとか情報発信を行っております。石田三成はですね、皆さんもご存知だと思うんですが、全国各地で奉行を務めて太閤検地などを起こした名官僚です。豊臣秀吉の忠義を、胸に関ヶ原の戦いを起こしたとして義の知将と言われている人物です。また大阪城で、ね、催された、お茶会の席ではですね、親友の大谷義嗣が病に侵されている中で、みんながその、ね、茶碗を嫌がる中で、三成だけは義嗣の茶碗を飲み干して、おかわりを要求したという話は有名です。義理人情に熱い人物として、伝わっています。三成はですね、近江の国の、現在の長浜市に生まれました。石田町というところがございます。三成の出生地であります石田三成屋敷というところにはですね、石田会館というのが建っておりまして、関連資料の展示が行われているほか、周辺には三成産湯の井戸というのが残っております。15歳になる頃、三成は長浜城主であった秀吉に仕えました。秀吉 の出会いのエピソードして有名なのが三軒の茶と言われるお話です。休憩する秀吉を温度の異なる3杯のお茶でもてなしたというお話の舞台となっているのが、米原市朝日にあります大原観音寺というお寺です。ここにはですね、三成の水汲みの井戸というのが残っています。秀吉に仕えた三成はですね、その後沢山城の城主となります。そして関ヶ原の戦いに挑み、その後沢山城は、落城ということになってしまいましたが、現在はですね、沢山城跡には石垣や土塁がわずかに残るだけなんですけど、実は沢山城で使われていたと言われております襖絵とか陣金が残っております。また夢京橋キャッスルロードにあります草庵寺というところの赤門は沢山城の大手門を移築したものだと言われております。それではですね、次にですね、当協議会で、三成飯といった長浜市それから米原市考案した飲食メニューの認定を行っております。そして、その三成飯を巡っていただきますイベントがございまして、これがですね、8月19日から開催になるんですが、三成ラインスタンプラリーというものが開催されます。今ひこにゃんがね、そのポスターを持っていてくれます。ちょっと字が小さいですけれど、また、インターネットで検索をしていただけたらなと思います。こちらはですね、三成めしの、提供店に設置されました QR コードを読み込んでいただいてスタンプをゲットしていただきます。でスタンプラリーとして回っていただいて、ゲットしていただくと豪華プレゼントの抽選にご応募いただけます。そしてスタンプを全制覇した方には、全員に三成飯のマスター認定書というのを贈呈されますので、ぜひお越しいただければなと思います。開催期間は1月末までとなっております。それではですね、次に長浜市についてご紹介したいと思います。ではここからは石田三成さんにお願いしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、まずは長浜市の紹介をさせていただきます。長浜市は北に福井県、東は岐阜県に接している琵琶湖の北東部に位置する町です。周囲は伊吹山山系の山々と水鳥が集まる琵琶湖岸の風景が広がり、素晴らしい自然景観を有しています。ただ歴史お城ファンの皆様なら、戦国ゆかりの地としての長浜に興味を持っていただけるかなと思っています。例えば長浜には日本の五大山城の一つに数えられ、茶茶初坊の浅井三姉妹でも有名な浅井長政の居城小谷城があります。
織田信長との戦いに敗れて浅井氏が滅亡したことで、今では石垣の一部などの遺構を残すのみとなっていますが、山城が好きな方には人気のスポットとなっています。また長浜を語る上で欠かせない武将に羽柴秀吉、後の豊臣秀吉がいます。織田信長と浅井長政の戦いでの功績により初めての城持ち大名に出世した秀吉は長浜の地に城下町を築きました。秀吉が築いた長浜の城下町は近世城下町として最古とも言われており、町並みには今も当時の面影が残っています。また秀吉の時代から受け継がれ、毎年4月に開催される長浜曳山祭りはユネスコ無形文化遺産にも登録されている伝統の祭りになっています。そしてなんと今年は浅井長政が治めた北近江を豊臣秀吉が引き継ぎ、長浜の町が発展する契機になった年から450年を迎えるメモリアルイヤーでもあります。長浜城歴史博物館ではこれを記念して9月18日までの特別展を実施するなど、さまざまなイベントを開催していますので、歴史好きの皆様はぜひ一度訪れてみてください。続きまして米原市の紹介をさせていただきます。滋賀県唯一の北陸新幹線の新幹線駅米原駅があり、駅名ぐらいは聞いたことがあるかもしれません。市の北部には有人の観測所において世界一の積雪記録を誇る伊吹山、西に日本一の琵琶湖、東に天下分け目の合戦地の関ヶ原があり、東西の文化の境目となった自然と歴史文化に富んだ町になっています。伊吹山といえば大和のオロチで有名な大和タケルの伝説が残る山として、日本書紀や古事記にも出てくる霊峰となっていて、この山の神が大蛇や白井に例えられ、大和タケルと戦ったとされています。この戦いで負傷した大和タケルは米原市内にある平成の名水百選に数えられるイサメの清水で傷を癒したと言い伝えられているんですよ。さあ、また関西圏からのアクセスもいいスキー場グランスノー奥伊吹や、クレイアニメーションの羊のショーンのリアルワールドがあるローザンベリー多和田、秋にはイルミネーションのローザンイルミが開催され、これが第10回イルミネーションアワードを受賞されたイルミネーションが話題のスポットになっています。自然豊かな街ですので、グランピングや琵琶湖などを眺めながらパラグライダー、そして琵琶湖上でのサップ体験にも来てもらいたいです。あとは滋賀県一押しの琵琶湖をサイクリングで一周する琵琶市に、この拠点としてもスポーツバイクのレンタルをしている、こちらが米原駅の中にもあり非常に便利なところです。そして今期間限定で伊吹山の雪解け水を使ったかき氷のキャンペーンを10月1日まで行っています。高度が10の超軟水を使ったご当地のかき氷をスタンプラリーとして召し上がっていただくことで豪華景品が当たりますので、ぜひ米原市にお越しください。歴史好きな方へのおすすめとしては、柏原宿、サメガイ宿、万馬宿、あと旧のさまざまな、宿場町を有しておりまして、日本の百名城に名を連ねるような鎌波城、そして竹比べ城、城平寺城など城跡があるような町になっています。はい、ありがとうございます。今石田三成の方から長浜市とそれから米原市の説明を、させていただきました。それでは私の方からは彦根市についてお知らせします。はい、ありがとうございます。彦根市はですね、今ここにおります今ここにおります彦根にゃんのお家であります彦根城があります。今から400年以上前、江戸時代の初めに井伊家のお城として築かれました。彦根城といえばもちろん国宝の天守が有名なんですけど、それ以外にも櫓、門、石垣、堀、御殿、藩校、庭園、武家屋敷などなど、江戸時代のお城にあった建物や遺跡がたくさん残っております。
こうした江戸時代の平和を守った政治の仕組みにがよくわかるお城として非常に、よく残っているというものになります。でそんな彦根城は、現在世界遺産登録を目指しております。今年の7月にユネスコの諮問機関による事前評価制度というのを活用するということが決定いたしました。世界遺産登録に向けて一歩前進しまして、これからもどうぞ応援をよろしくお願いいたします。ありがとうございます。そしてですね、もちろん、せっかく来ていただいているこの石田三成、三成の居城の沢山城も彦根にございます。先ほども言いました、もう建物は何も残ってはいません。石垣と土塁がちょっと見えるぐらいです。しかし今現在はね、ハイキングコースとして誰でも登っていただけます。そして山頂からはなんと彦根城が見下ろせます。彦根庵のお家を上から見ることができます。登っていただいて、ぜひぜひですね、石田三成が当時こんな形で、眺めていたんだなというのを感じていただけたらなと思います。はい、そして、私たちの協議会、こちらの方ではですね、今ブースの方で、石田三成に関する、パネル展示、パンフレット配布を行っております。そしてここにはちょっと持ってもらっていいかな、持ってもらっていい、はい、つなりを主人公とした大河ドラマ制作の実現に向けた応援活動としまして、現在署名活動とかアンケートを実施しております。三成っていうのは大河には出ています。でもいつも敵役、悪役ばっかりなんです。だからどうしても、性格が悪く書かれてしまいます。でも本当の三成は、先ほども言いました、義に厚い、忠誠心の強い優しい人なんです。ぜひともですね、こうしたところを描いていただいて、大河ドラマの主人公として、扱っていただけたらなということで署名活動しておりますので、ぜひぜひ皆さんまたご協力をよろしくお願いいたします。はい、じゃあですね、せっかくなのでこにゃん三成と一緒に写真撮ろうか。はい、じゃあそれもらおう。はい、はい、じゃあですね、はい、このお二人のツーショットを撮っていただきたいと思います。それでは、お客様から見て向かって右側、ステージ左の方、右側でわかるかな、お兄さんでいこう、お兄さんでいこう、うん、こっちのお客様向けにお願いします。はい、じゃあ二人並んで、はい、では行きます。5 4 3 2 1 0。はい、ありがとうございます。では次、5 4 3 2 1 0。はい、皆さんに見えるようにお願いします。では最後ポーズお願いします。5 4 3 2 1 0。はい、ありがとうございます。ちなみにですが、今この三成が着ているこの兜、普段は彦根市役所の6階に展示しております。またぜひお越しください。それではですね、長浜市、米原市、彦根市にも皆さん来ていただければと思います。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。石田三成に会える大道の PR でした。ありがとうございます。今夜もありがとうございます。こちらの自治体の PR ブースでは、自治体の PR ブースではゲームも行っているそうです。城攻めカロムというカーリングのようなゲームでして、ご参加いただいた方には